ってた、よかった、みんなも見れてる。やっほー、やっほー、みんな元気、さらちゃんです。おはようございます、間違えた、こんばんはこんばんは、しゃい。これみんなのコメント、あーできた。何回やっても YouTube 生配信は慣れない。とりあえず時間がないというか、まあ、時間はいくらでもあるんだけど、夜ご飯作っていきたいんですけども、みんなコメントください。いつもと違う場所でちょっと心細いんですけども、みんながいるから寂しくない。あと何、どこに何があるのかとか全く把握できてないから、ちょっと戸惑いつつになるけど、やっほー、お久しぶり、ありがとう、見に来てくれて、見に来てくれてありがとう。とりあえず今日は みんな見てくれてる？寂しいよ、一人。いつもと違う環境だし。ちょっと髪結ぶと顔大きくなるけど、許して、ご飯作る時だけ。やっほー、みんな元気ですか？寒い、ありがとう。ほんじゃ早速やっていきます。ストーリーでさ、先にご飯炊いとくわみたいなの言ったけど、ご飯炊いてません。編集とかいろいろしてたら結局何もしてなかったっていう。みんなはもうご飯食べましたか？つや姫、みんなご飯食べました？コロナ大丈夫？あれだよね、自粛期間じゃなくて自粛のやつ来ましたね。明日も食べたいから。まだ仕事から帰ってるところ、お疲れ様。2合はさすがに多いけど、2合半にしとこう。2ご飯多いな、1合多いな やっほー、久しぶり、見てくれてありがとうね、嬉しいよ、私はすごく。みんなとお話ができるっていうことがすごく嬉しい。久しぶりじゃない？本当に、いつぶり生配信したのって。いつぶりだ？こう置くとこが本当になんだよ、下に置いとこ。ねえ、会いたい、本当に。私も直接会いたい、そろそろね。もうそろそろ会わないと結構限界だよっていうね。みんなもそうやって思ってくれてるのは嬉しいよ。こんばんは、みんなお久しぶりだ、本当にサラもみんな不足。
紙がちゃんと結べてなかった。やばいやばい、ゴムが落ちる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 。ほら、やばい落ちる。もうボサボサじゃん。では皆さん何食べましたか。さっきうどんって書いてる人もいたけど、うどん食べた方もいらっしゃるんですね。すき焼き？なんでそんな贅沢なもの食べてんの。私も食べたいんだけど。ボサボサでも可愛い？本当？ちょっと髪結べないからこれでいくね。ボサボサでも可愛い？そんなことないよ。嬉しいわ、そうやって言ってくれて。今日はサラダとご飯とお味噌汁、いいじゃん、健康的じゃん。ご飯炊きました、炊きましたっていうか今炊いております。まな板に比べての白菜の大きさがすんごい、あの収まりきれないっていう、ほらで声聞こえてる？私？私何食べるのって？今日は白菜と豚バラでミルフィーユを食べます。いいじゃん。なになに、なんだ。私の愛情たっぷりのとで、あ、届きました。しっかり届いております。皆さんのお手紙しっかり届いております。あのさ、 DM の方でさ、みんながこう、あの、私お手紙書いたんだけど届いてるっていうのとかを結構あのいただいたんですけども、ちゃんと届いておりますのでご心配なさらずに。大丈夫だよ、心配しないで。もうね、お手紙を読んで私は本当に幸せです。私、みんながいてよかった、みんながいてよかったって思う。本当にそうやって思うよ。喋りながらって難しいね。でもね、あの、あれよ、お手紙の返事書きましたのでちゃんと送ります。ちょっと待っててください。ちゃんと送りますので、ちょっと待っててくださいね。何十年何百年何千年時を越え私が嬉しいよ。私は本当にみんなからこうやって、インスタの DM とかでもね、あと YouTube のコメントとか、あとお手紙とかでも全然みんなからのメッセージちゃんと見れてるんだけど、本当にね、メッセージ読むたびにね、幸せになる。トゥルトゥ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 。私これあのちっちゃい頃から大好きなのよ。行こう。
作り置きする。あ、今来てくれてありがとう、嬉しいわ、とてつもなく嬉しい。全然遅れてでもいいよ、遅れてでも来てくれることが嬉しいよ、私にとっては。白菜がね、すごく大きい。しかも、もうあの何、スーパーにご飯買いに行ったのが遅くて、スーパー閉まるのが7時半だっけな、だったんだけど、いやちょっと8時か、8時か7時半どっちかだったんだけど、それにこれいいかだったんだけど、もう野菜とかお肉とかがほとんどなくなってて、これは困った、これは困ったぞと思って出たんだけど、あとの白菜はまた違う日にも使いたいから一旦取っときます。こんだけ、こんだけあれば十分でしょ、十分すぎる。お肉もちょっと取っとこう、置く場所が本当にない。みんなお風呂入った？もう私が料理してるところを見て、見えたらいいよね、わかる。でも手元見せちゃったらね、私の顔見えないのよ。大丈夫そう？ほら大丈夫そう？そう、何回もねちょっとやったんだけど、ちょうどここにね物があってね、あ、これいい、ちょっとこんぐらいだったらいい、こうやって切るわ。最初この曲にハマってる。なんでかな。いつも使ってる包丁と。真似手じゃないから、ちょっと難しいよ、近所迷惑になっちゃうからね。私いつも本当に大きな声出してるから。 OK、敷き詰めていくね。映画みたいな、私映画ドラえもん、のび太と魔法のなんじゃらかんじゃら、え、なに？よって何のよなの？さあ、詰め込みますよ。私ミルフィーユは初めて作りますので、さ、調味料とかさ買わなきゃいけなかったんだけど、買うの大変だから簡単な味付けでいけるやつにしようと思って、本出汁をね使ったやつがあったらしい。
本出しをまんべんなく振り入れ、A を加えて火にかける。沸騰したら蓋をする。本出しは大さじ2、大さじ2、こう、どうやったっけな、こういうの苦手、ほんとにやめてほしい、もうお願い、剥がれて、お願い、剥がれて、誰か開けて、切らないように、ね、ほんと開けてほしいわ。開けようかって言ってくれて優しい人がたくさんいるな。開けれた、ほらできた。大さじ2ね。大さじ2だとちょっと多いかなと思ってやめた、うん、やめた。何その次、何その次は、大さじ、本だし入れたら、本だしをまんべんなく入れ、 A を加えて、 A って何、 A、 水と醤油と本塩、塩もないし醤油もない、で水が、何6カップって、何6カップってどういうこと、ね、6カップってどういうこと、地震地震、どうしようどうしよう、え、待って、6カップってどういうこと、6カップってどういうことですか、教えてください。ね、6カップってどういうこと、誰か教えて。誰もわかんない、事前に確認しましょう、事前に確認、計量カップ6、事前に確認しましょうは、土正論すぎて本当にその通りですね。計量カップ6杯分、カップ6個分やないと、6回水入れたらいいの、どれで6回水入れたらいいの、これ、そう、6カップって書いてある、何6カップって、1カップ200ね、オッケー、ほいほい、味がね、美味しければいい、こんぐらいでいっか、じゃあもうダメ、あと1回、これでいいや、これでいい、これでいい、あ、そうなの、1200って今どのくらい入れたのか分かんない、じゃあもうちょっと入れる、これでいい、した方がいいよ、大丈夫、なんとかやっていけるよ、オッケー、これで沸騰するまで待とう。大丈夫、美味しくできる、絶対。で、鍋が小さいと浮きこぼれることがありますので、だし汁、あ、待って、私ポン酢入れよう、え、ポン酢ない、ごめんね、ちょっと、ちょっと動かします、失礼いたします、失礼いたしました、はい、失礼いたしました。
醤油とか何もないんで、味ぽんで味つけて、いきます。どんくらい入れてるんだろう、醤油とかは。大さじ2、じゃあ大さじ2入れとこうか。このままだと全く味がない状態になっちゃう。私今日ミルフィーユ鍋大丈夫。じゃがいも今日は使わないけど、すごくない？ラップもあるんだよ。何でもあるじゃん。みんなが言った通りにやるし、私とみんなでやれば絶対美味しいのができる。あ、これね、これ私のじゃないの。このね、ここに置いてあるやつ、置いてあるやつ。お家には鍋あるよ。みんなの得意料理は何ですか？みんなが得意な料理はありますか？ありますか？みんなが得意な料理はありますか？ダメ、もう本当さっき静かにしろって言ったのにね。え、何これ、切りづら。え、待って、何これ。たまにあるよね、こういうの。これ。全然切れない。まあでも、ここにあるだけありがたい。安いラップ買ったら使えない。ね、わかる、本当に。でもさ、あのほら、何？ラップなんてどうせ捨てるしとかって思ってさ、本当に安いやつ買うじゃん。そしたら本当にこういう貼り付かないみたいな。ジップロック買おう。ジップロックにいろいろ保存して。マジ使えない。それな。はい、終わり。歌詞に君って使われることに、君っていう名前が面白すぎ。それはわかる。君が好き、一番大切な人とかね。君って使うよね。ずっとそばにいて、中火って書いてあったのに強火にしてた。ジップロック何でも使える。あれは神、本当に神、みんな神。クレラップ切りやすいね。クレラップ
はあ、オムライスしかない。ところでクリスマス、クリスマスな、私は家族とオンラインクリスマス会しようかな。何でも今年はもう何でもオンラインだよ。何でもオンラインでいいんだよね。ちょっと待って、お箸とかなんかない？あるあるね。この前ねコンビニもらってきたの。ごめん、もうめっちゃ近かった、ごめんね本当に。ゴミ袋はあっちか。あとはあのさ、ご飯炊いてるじゃん。ご飯炊いてミルフィーユ作って、あとご飯作ってミルフィーユ作るんだけど、あのあれよ、あれもうなんていうのでしたか、忘れた。あれ、あのそう、カニ玉作ろうかと思ってるんだけど、いらないよね。どうも、お腹いっぱいになるかな、ミルフィーユとご飯だけで。どうも、お腹いっぱいになるかな。まだまだ全然沸騰してない、まだまだいいよね。食べ過ぎ？え、ご飯とミルフィーユ？本当？標準が分かんないわ。あ、これ全部食べると思ってる？これ全部食べない、食べない。まあ確かにね、これ全部食べたらそうなるね。確かに、それはそう。さすがにね、さすがにあのさすがにね、全部は食べない。本当に食いしん坊すぎんか、あんだけ作って全部食べるみたいな。多分ね、食べれない。結構いっぱいだよ、うん、いっぱいいっぱい入ってる。え、本当？どれくらい食べると、ミルフェイユ、ミルフェイユはどれくらいって言ったらいいのかな。さっき入れた2束か3束食べる。半分以上残るね。サラダが食べれる。ほんと食いしん坊選手権する。誰か、何でも可愛い、とにかく可愛い、私大好き、愛する。 Me too、 私も愛してる。カニ玉作っていいよ。どういうこと、作っていいの？忙しいな。カニ玉作ろうかな。じゃあもともと作ろうかなと思ってたよ。なんかちょっとなんかあのほら、あの何、ご飯にさ色がないじゃん。色なんて考える人だったのって思ってるでしょ。ご飯できますアピールしてるだけ。もうネイル剥がれちゃったよ。それな、太り、太るわ本当に。でも白菜だから、白菜だからっつって、あ、油使ってない。あ、いやでもお肉に入ってるか。揚げ物使ってない。え、もう30分経つの、早すぎじゃない？確かに結構な量になる。みんなの地元はそれな、料理にネイルは邪魔。親指だけついてる、取れちゃった。え、いい匂い。どっちの匂いなんだろう。どちら様、どちら様の匂いですか？溶き卵とかしたら美味しくない？そんなの考えない？何？はい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 、どうしたらいい？CD と写真届いたよ。仕事中にさやちゃんの写真で頑張ってるよ。嬉しい、それはすごく嬉しい。頑張って、お仕事応援してるよ。一緒に頑張ろうね。ミルフィーユでしょ、正解、ミルフィーユですよ。
ミルフィーユ鍋に余計なもの入れないのが正解。そうなんだ。じゃあ何も入れないもん。なんか書いてあったような気がする。でもなんか、でももう終わりだよね。これでできたら終わりじゃない？ああそういうことね。上にネギとかトッピングしてるんだ。大丈夫。え、締めに締め雑炊でって出て締め雑炊までしてるところを何 YouTube ライブで見せるととんでもない時間になりそうだから、それはやめとくんだけど、締め雑炊、あ、何、大丈夫、見ていい、開けていい、開けるね。おいにーがバチボコだ。え、やばい、めっちゃいい匂いなんだけど。そう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 、ごめんごめん、話途中で終わった。キッチンペーパーはあります。キッチンペーパーどういにしたらいいですか。スカ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 、ご飯をね最後に入れて卵を混ぜる。そしたら美味しいかもしれないっていう妄想がありました。先生、キッチンペーパーどうしたらいいの。そう、おいにーがバチボコはケンチョスだよ。ケンチョスが名付けの親、ケンチョスから教えてもらった。ケンチョスから教えてもらった。キッチンペーパーを穴開けて押し蓋にするとアクが取れる。今のところね、アクは出てない。アク出たらやればいい。穴開けるの？お箸とかでいいの？みんなも次ミルフィーユ作るときやってみてって。なんかトイレットペーパーみたい。あ、帰る？じゃあ、ね、帰るの？気をつけて帰ってね。また会おうね。あ、ご飯食べてくるってことね。じゃあね。アクが出る前にやるの？みんな料理作る？ねえねえねえ、いつまでやったらいいのこれ。まだかな？真ん中に穴を開けて。これこうやってやっていい？やめとく。あ、見えれば OK。 こういう貯金箱ない？なんかこういうさ、こういう貯金箱ない？ブラブラ。白菜が透明になる。 OK、 ありがとう。このまま？なんかちょっとサイズ感が間違えた。味見はもうないもん。美味しいからみんなが見てくれてるし、みんなが見てくれてるし。みんながいれば何でも成功できる気がする。ありがとう、嬉しい。
何？ミルフィーユ食べるの？ゆずぽん。あ、ゆずぽんいいね。ゆずぽん買えばよかった。ご飯はいつ炊くのかな。ね、いつ炊くんだろう。豚骨醤油味。豚骨醤油って作る。いじくらない方がいいよ。形が悪くなるよ。わかった。いじくらない。もう何もし、私何もしない。できるまで頑張ってくれ、頑張ってくれ。お米もお鍋も、私はもう終わりです。私の役目終わりです。ちょうちょあんとか出しとこうかな。しゃもじがない。しゃもじがない。カニ玉作らない。あった。ありました。あった。私ご飯のいい匂いもしてきた。布巾で布巾で布巾布巾。無視してください。私のメガネは一生大変だね。どういうこと？耳ドアップ。ごめんなさい。これでいいか、これでいいかな。これでいいよね。あ、これでいいよね。どこに向かってたし、今これでいい。ん？そう、どこってこと。あ、何が？あ、しゃもじね。何入れるの？何入れるのっていうのは、これにミルフィーユ入れる。これにお鍋ごと持っていけないから、お鍋ごと持っていっていいけど、なんかもう良さそうな気するけど、まだダメかな。待ちぼうけ待ちぼうけ待ちぼうけ。あー、早くお腹空いて。今何時？そうね、だいたいね。今何時？まだ、あ、もう9時。え、もう9時40分？え、9時40分？早いね。あ、みんなから教えてもらってる。ん？ミルフィーユは触らずにキッチンペーパーを取る。キッチンペーパーを取る。すごい。
た。白菜透明、もう白菜が透明ね。えもう透明だよ、いいかな。 ありがとうございます。急な告白嬉しいわ。もういいかな。よくできました。じゃあ今から取り出します。え、ダメかな。触っていくね。触るね。ちょっと感じに煮えてるよ。オッケー。じゃあこういうのは菜箸でやった方がいい。これでいいよね。肉に火が通ってる。火通ってる。取り出すね。見せるよ。行くよ。え？行くよ。3、2、1、でー。ちょっと見た目悪いよね。あ、分かった。これをこうやって。ほら。いい感じじゃん。お箸新しいの使おう。いい匂い、本当にいい匂い。やばい、美味しそうすぎる。早く食べたいけどご飯ができない。なんで？ご飯ができないの？ご飯早くできてほしいな。あと13分だって。めちゃくちゃ時間かかるよ。お家じゃないよ。お家だわ。何分前？残り13分。13分前。残り13分だ。あと13分。変わらない？一緒？洗い物する？みんなのおかげだよ、絶対。それな。え、食べるよ。蒸らしも入れて13分。あ、あと12分になった。分かんない。蒸らしも入れてって分かんない。みんな本当に詳しいんだね。
主婦ってみんなそんな感じなのかな、みんなもう料理に詳しいのかな。22時じゃんねえ。でも1時間配信できてよかった、1時間みんなとお話できてよかった。たまにさ、たまにあのちょっとね時間の都合で30分で終わっちゃう時とかあるからさ、それ気にせず今日は1時間できた。ちょっとお行儀悪いけど、あと11分だって。早炊きだよ、これずっとずっとじゃない、これ早炊きだよ。ご飯は 2,3 分待った方がいいよ。そうなの？なんでみんなそんな詳しいの？私実家でもそんなことしなかったよ。もうご飯できた、ご飯できた、食べたいって感じだった。いただきます。器持ってるだけで熱い。私だけだけど美味しい、めちゃくちゃ美味しい、美味しすぎる。え、めっちゃ美味しいよ本当に。あのね、水の量も水の量も絶対ぴったりだし、ポン酢の量も絶対ぴったりだし、あと白菜とお肉の柔らかさを味見というかも食べます。絶対あちちじゃん、シンプルイズベスト、それだ。味見の量じゃないけど食べさせていただきます。ってなっちゃった。美味しすぎ。マジで。全部食べたい。全部食べたい。あと9分だって。本当に美味しいです。あの本当に美味しい。もう作れる今度からミルフィーユ、私の得意料理ミルフィーユですっていう。え、簡単じゃん、ポン酢でもいけるよ、なんか醤油とかいろいろ入れなくてもいける。もう食べちゃう、本当にそれな、全部食べちゃう。あと8分だから、あと8分できたらもう一回入れて、あの配信終わって食べる。今から食べに行くわ、来て、本当に本当に来て。うん、完成は、あれうんと、何点ですかっていう質問に対して、こちらは100点でございます。もう今すぐ食べに来てほしい、みんな。おいしい。残りちょっとの時間ですけどお話ししましょう。うん、大人の階段登った。
ヘルシーだね、すごく美味しいよ。白菜もすごく柔らかいし、噛まなくてもいいくらい柔らかい。鼻の穴も膨らむよ。美味しいと鼻の穴も膨らみ出すから。うん、質問来てたよね。ご飯は毎日作るの？ご飯は毎日作ります。なんて書いてるかな。自分の家じゃないの？そう、ここ今自分の家じゃないんですよね。ここは今自分の家じゃないです。どこにいるの？今ね、合宿免許を、免許、車の免許を取りに合宿に来てるんですよ。でホテルとかだとさ、やっぱちょっと怖いじゃん、そのコロナとか、いろんな方に会うし、あと何、ご飯食べるところとか、何、食堂みたいなところに行ってさ、ご飯食べなきゃいけないじゃん。自分の部屋でまあ食べれるけど、それだとちょっと料金かかっちゃうみたいな。だけどそのホテルにせずに私は寮にしました。寮というか普通の、なんて言うんだろうね、寮みたいな、本当に寮かな、にしました。で自炊プランっていうのにして、自分で料理作って過ごすっていう感じなんだけど、免許が取れるまでここで生活するんです。なのでクリスマスも、クリスマスはまず一人ぼっち。こんばんは、いつも見てます。何食べてるんですか？これは白菜と豚肉のミルフィーユ食べてます。美味しいよ。ウーバーイーツ卒業だね。そう、免許合宿です。なんでその免許合宿での過ごしてる生活風景だったり、そういうのは YouTube に載せますんで、ぜひ皆さん後々アップするから見てください。毎日ね、勉強して YouTube の編集して YouTube の動画撮ってってやってるから、あれだよ、すごい大変。勉強合宿ってこんなに朝早くから授業受けなきゃいけないんだっていう、びっくりしかない。だってあれだよ、免許合宿ゆるいよみたいな話も聞いてたり、免許合宿ってめちゃくちゃきついよみたいな話聞いてたりしてたから、全然分かんなかったんだけど、朝6時50分のバスに乗って学校に行かなきゃいけないわけ、教習所に行かなきゃいけなくて、だからすごい朝早い、マジで早い。6時50分じゃん。やっぱすっぴんではいけないから、メイクもするし、やっぱ準備もするし、髪もセットするしってなると、やっぱ1時間ちょっと前くらいにはね起きて準備もするのね。だけど6時50分じゃん。ね、6時に起きてもいいんだけど、ちょっと怖いから遅刻しちゃったりするのが、結構心配性だから、さらって、だから5時半とか結構早めに起きて朝ごはん作っていくっていう生活をしてるんで、健康体ですね今。免許合宿コロナ今大丈夫なんですかっていう質問があってたんだけど、サラもね、免許行く前、合宿する前に、あれコロナ大丈夫かなって思ったわけ。
だし、あの年末はさ、あのあれじゃん、自粛期間というか自粛してくださいっていうあれも出てるから、コロナ大丈夫なのかなって思ってたんだけど、めちゃくちゃ厳重っていうのにね、対策されてるね。本当にすごい。体温計いくつあんの、アルコールいくつあんの、あと何、もう絶対に喋らないでくださいみたいな、喋ったら対抗させますみたいな、学校をやめなきゃいけないみたいな、周りの生徒さんとか先生とかいろんな方に迷惑もかかるし、もちろんマスクはみんなしてて、マスク外して話すなんて本当にダメだよね。でマスクしててもあまり話さないでくださいとか、そういうのがもうルールの中に入ってんの、学校のルールの中に。なんか居眠りしないでくださいとかあるけど、その中に入ってるのとか、教室入る前は絶対各自にアルコールが配られるんだけど、そのアルコールで手消毒して入ってくださいとか、そんな感じ。かっこいい先生いない。面白い先生ならいっぱいいるけど、かっこいい先生いないね。ありがとう、頑張るわ。嬉しい、そうやって言ってくれて。だからさ、あの一人暮らしのいつもの家だとやっぱちょっとあれ、おっ、炊けたよかったけど、だけどすごい話してる最中だった。もう空気読んで、ほんとに空気読んでよね。ご飯の状態をみんなに見せようか。ちょっとね、水多かったかもしれないっていう。私ご飯炊くの上手かもしれない、本当に。いや、ご飯炊くの上手だ。まだ本当はまだ触らない方がいいんだよね。でももうちょっと時間だから、みんなにこの状態だけ見せたいから。ほぼほぼ食べちゃったけど、遅い晩ご飯になりますね。そうですね。もうでもね、帰ってくるのが本当に遅いわけ。今日はたまたま早かったから生配信したいなと思って、生配信できる時間もあるし、あのみんなに会えないじゃん今この時期だし、あと生配信も最近してなかったから生配信したいなと思って早めに帰ってきて、まあいろいろ準備して今配信してる感じなんだけど、もう帰ってくるのがね本当に遅い。じゃあその合宿免許じゃなくて、免許取る教習所からバスで20分以上かかるところに、あのその合宿所があるんだけど、もうね、いろんなところに泊まるじゃん、バスで泊めてくれる間に泊まってってするから、だいぶ遅くなるよね。寮だからすごくルールも厳しいし、23時までに入ってくださいみたいな。じゃあ最後にご飯一口食べて、皆さんにおやすみなさいを言いたいと思います。いただきます。あっ、おいしいです。めっちゃ熱い。
たてだからね、美味しかったよ。でもなのでゆっくり食べますありがとうごめんね、忙しい、なんかちょっと慌ただしい生配信で。でもみんなが見てくれたからこれからもちょっと頑張れそうだわ。まだいっぱいあるしまだいっぱいあるし、あと一束くらい食べて、一束食べてご飯食べて、私もお休みなさいしようかな。本当に一発合格目指して頑張ります。この、 合宿中の模様も YouTube に出せますので、ぜひ見てください。お願いします。次は車の動画見たいな。そうだね、車の動画はでもあれじゃない、免許取ってから、免許取ってから初運転みたいな。運転してるとこ想像してかっこよくない？もういいでもね、何回もね注意される。お母さんとかお父さんとかの運転をよく見てた時に、なんかハンドルを持ってくださいって言われるんだけど、お父さんとお母さんさ、プシュップシュッってやるから、やばいやばい、大丈夫これ言ってじゃあちょっとそれはね真似しながらなんかピュッやっちゃうんだよ。それで怒られたよね。ちゃんとハンドルをつかみましょう。すいませんすいませんって言ってちゃんとやってるけど怒られました。でもその免許取るときに私のお母さんからエピソード聞いたんだけど、大丈夫取れるよって、私は次右に曲がれって言われたのに、はいって言って左に曲がっちゃったからみたいな、本気で右と左間違えちゃったっていうエピソードを今日聞いたからね。あ、もうそんなんで一発合格するなら私なんてもうすぐに余裕じゃんみたいになっちゃったけど、意外と難しいんで頑張ります、一発合格できるように。それじゃあまた YouTube の動画アップしますんで、その時にぜひお会いしましょう。ぜひ見てください。はい、夜遅くまで動画見てくれて、夜遅くまで生配信見てくれてありがとうございました。この後はゆっくりご飯食べて、すぐに寝たいと思います。ちょっと遅くなっちゃったけど、はい、じゃあまた皆さん次の動画でお会いしましょう。じゃあねー、おやすみー、バイバーイ。